ちは。ウィークエンドケアの時間です。今回も郡山、いわき、青森、八戸、盛岡、仙台、タウン形成外科クリニックの石原先生にお話を伺います。よろしくお願いします。クリニックに寄せられた美容医療に関する疑問・質問の中から石原先生にお答えいただきます。はい、わかりました。それでは30代女性自営業の方からの質問です。数年前に二重まぶたの手術を受けたのですが、希望通りの見た目になりませんでした。手術をやり直せるのなら受けたいのですが、また失敗したらと思うと不安です、という質問です。はい、まあ希望通りにならなかったと非常にまあ残念だと思うんですが、まあどのような状態かちょっと拝見してないので何とも言えないんですが、例えば二重まぶたの手術で埋没法という糸で留める方法だと、まあ手術早々その糸が緩んで結局二重が一重に戻ってしまうというケースもあるので、そういった場合は比較的再手術やり直しも可能だと思うんですが、まあ切開法の場合はですね、まあ切開でしっかり二重を作っているので、なかなかそれを変えるというのは確かに難しいんですね。であとはその前にもお話ししたと思うんですが、ご自身の理想が高すぎたりですとか、まあ手術医療でできることを超えて希望されていると、まあ、例えば正直言って何度手術を受けられても、希望通りいかないとなってしまうこともあるので、そのあたりは慎重にですね、専門医とご相談されるといいと思いますね。先生ありがとうございました。